んにちは、ぷくです。今回はですね、こちらの珍しいかぼちゃ、日本であんま見ないと思うんですけど、エコンスクワッシュとこちらバタービーナッツスクワッシュをちょっと料理していきたいかなと思っています。実はぷくもこのかぼちゃを料理するの初めてなので、まあ、何が出来上がるかはお楽しみということで、めっちゃ綺麗になった。めっちゃ綺麗になった。べっぴんさんね。パカ。かわいい。なにこれ。かぼちゃ。いや、かぼちゃかぼちゃ。めちゃかわいい。この種取る？あ、でもちょっとなんか座りが悪いね。まあ、いっか。いやー、かわいい。なにこれ。いや、かぼちゃ。知ってる、知ってる。一個はオーブンで焼いてみようかなと思ってます。これが一番なんか王道の食べ方っぽいんで。さて、次はこれ。バターナッツスクワッシュ。なんかすごいですよ。すんごい。種がちょっと。これも、でもなんか皮むいた方がいいとかって書いてあったような気がするけど、まあ。とりあえず種を取っておこう。あら、かわいい種が入ってましたね。やったらかわいいんですけど。ね。こんなに食べさせてくれるのみたいな。こんな感じになりました。ではこれも焼いていこうかなと思います。一回ここで切るか、ね、これはちょっと細かく切ってみようかな。意外と柔らかいな。皮を取ったからっていうのもあるけど。やばい、ノープランでこんなに切っちゃった。はい、ではこのどんぐりかぼちゃはオーブンで焼いていきたいと思います。とちょっとオリーブオイルとないかな。塩、オリーブオイルと塩。すごい、オリーブオイルが舞ってるんだ。なんかすごい、こちらですね、メープルシロップ。あ、なんか塩かけたらかぼちゃがこんな感じかな。メープルシロップこんな感じで、これもオリーブオイル、塩、ちょっと胡椒を振ってみようかな。さて、もう一つの料理作っていきたいと思います。とりあえず蒸してみようかなと思ってます。そう、基本電子レンジは使わないので、で、これと小さかったけど、これ
をちょっと柔らかくなるまで蒸していこうかなと思います。これとこんな感じかな。あともうちょっとかぼちゃが残っているので最後はスープにしようかなと思ってます。僕はいつもスープはすごい作るんですけど、本当にお恥ずかしい簡単なスープです。かぼちゃがメインなので、まあかぼちゃと玉ねぎ、しかも炒めずにこのまま、これは普通の浄水された水です。少なめの方がいいかな。いつもの野菜スープだとこれにブロッコリーとか入れたりとかもしてるんですけど、あとブロッコリーの芯とかも結構いつも捨てちゃうようなところもスープだと入れてしまってるんですけど、でそれに私のおすすめはこちらですね。アメリカのコストコで売ってるんですけど、まあチキンスープの素ですね。これを、中身はこんな感じです。じゃん。たまたま今日はもうなくなってたんで、新しいこれを、こんなもん、これをこのスープの中に溶かしていきます。こんなもんかな。はい、塩入れました。スクワッシュが柔らかくなるまで軽く煮込みます。沸騰したら弱火で15分ぐらいで火止めて、私はちょっとほったらかしにして少し冷ますというか処理していきます。さて蒸しかぼちゃの方ですけど、今10分ぐらい経ったかなってぐらいですかね。ちょっと中覗いてみましょうかね。こんな感じ。なんかもう意外と柔らかそうには見えんですけど、ちょっと刺してみますかね。あ、まだ硬い。どんぐりちゃんの方がもう良さそう。もうちょっと蒸したいな。あともう一つ蒸し器に入ってるかぼちゃをですね、試しにプリンを作ってみようかなと思っているので、カラメルソースを作っていきたいと思います。カラメルソースを作るときは基本的に触ってはいけない。あ、ブクブクブクってきたときにスプーンとかでツンツンってすると砂糖の結晶ができてしまうので、ここはぐっと我慢。2種類作りたいんで入れ物を4つずつ用意してみました。焼きたいかも。こっちは、あ、こっちももうちょっと焼きたい。スープは火を止めました。もうだいたい10分15分ぐらいなんで、このままちょっとある程度冷めるぐらいまで放置します。こんな感じですね。じゃーん。しっかりお箸も通って35分ぐらいはオーブンに入れといた方がいいです。個人的にはこのバターナッツのやつはもう柔らかいんですけど、焼き目をつけたいのであればもう少し入れとくのがおすすめです。一緒にお砂糖入れちゃいます。 20g ぐらい、どうだろう、甘いのかな。あ、入れすぎちゃった。お、ぴったり 20g。 すごい柔らかい。こっちはエイコンどんぐりかぼちゃの方ですね。こんな感じ。もう
簡単に潰れて、今砂糖も一緒にもう溶けちゃいましたね。バターナッツの方ですね。これちょっと硬いかも。こっちがどんぐり。別にこれ、ね、美味しい水じゃなくてもいいんですけどね。もしかしたらジャポって入っちゃうかもしれない。320、日本でいうとこの160、出来上がりました。ちょっと緩かったかもしれないですね。お鍋戻して、で普通なんかあのミルクとか入れるんですけど、うちは基本ミルクは入れずにこのままもうかなり濃縮された野菜のスープを飲んでます。これにちょっと生クリームをかけて飲んでます。できたっぽいです。いやなんか膨らんでる。できました。この今先にできたエコンスクワッシュとバターナッツスクワッシュ食べてみたいと思います。申し訳ないです。動画がバグを起こしてしまってなくなってしまったので音声でお話ししたいと思います。どんぐりかぼちゃ、こちらですね。こちらは結構味が薄かったです。オリーブオイルじゃなくてバターの方がおすすめです。あと食べる直前にメープルシロップをかけてもいいかなと思いました。次にバターナッツスクワッシュの方ですね。こちらはめちゃくちゃ美味しかったです。ほんのりかぼちゃの味がするんですけど、食感は本当あのじゃがいもを焼いたようなベークドポテトのような味で、すごい食べやすくて癖もなくて、であとまあなんかハーブとかと一緒に焼いても美味しく食べれんじゃないかなと思いました。それとスープなんですけど、ちょっとサラサラとしてるんですけど、ちゃんとかぼちゃの旨味も出てて、で優しい味だったんで、もうお子様にぴったりだと思います。離乳食とかにも使えるんじゃないかなと思いました。ぜひ試してみてください。おいしい。これかぼちゃ自体にそんなに甘みがないんで、そうこのプリンちょっと甘みが足りないんで、メープルにすごい合うかぼちゃ。これももうちょっと甘い方がいいかな。私は日本のかぼちゃよりも少し甘みを強めにして作った方がいいかもしれない。でも両方ともほんのりあのちゃんとかぼちゃの味はほんのりしてくるんで、でしかもちょっと柔らかいから潰すのも結構簡単なんで、ぜひ興味のある方はお試しください。いかがでしたでしょうか。他にもいろんな食べ方があると思うんですけど、今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。何かこんな食べ方もあるよと言ってコメントしていただいても嬉しいです。それとぜひぜひいいねボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。今日はこのぐらいで終わりにしたいと思います。じゃあね、バイバイ。